すでに次期潜水艦建造計画が進む中、一般には公表されないスペックとはと、たまに考えてしまいます。今回は、次期潜水艦の性能を詳しく見ていきます。潜航深度を深くすることでより忍びやすくなるが、浅い海域でも、機動力が必要となる。それには、やはり、電池性能ということになりますね。2021年現在、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦といえば太平洋型だが、一番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月就役予定。2番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月就役予定と配備はこれからだ。太平洋型は、毎級である、そう、流型を、デザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦だといえ、特に、そう、流型の最終の2隻、11番艦、桜竜と12番艦の東竜の正常進化版と位置づけられるだろう。これは、機関部の構成も同様であることからも伺え、桜竜、東竜と同じく、太平洋型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦である。使用上では、桜竜等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力だと考えられている。一方の太平洋型は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力等が予測されるが、すべて近似値である。こうした使用上から見た場合に、実は、そう、流型の1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていた。しかし、そうしたカタログ数値以上に、機関構成の簡素化と艦内スペースの増加、そして鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用で、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。ただし、あくまでも、これは、これまでの海上自衛隊内での通常動力型との比較の話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあるだろう。おおむね、原子力推進型の潜水艦の水中速力は、30ノット以上とされており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊の太平洋型や双竜型のおよそ 1.5 倍以上に荷も達するため、おのずと運用用途が異なってくる。そうした水中速力と長時間の潜航航行が可能な敵国の原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における待ち伏せ戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海上自衛隊の潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装のみに限定されているので、この傾向は、一層強くなることが予期される。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャン補給の初期型バッチ1では、通常動力型であるにもかかわらず、潜水艦発射型の VLS を6機搭載しており、攻撃型潜水艦の範疇でありつつ、
対地攻撃能力の獲得を目指している。こうした他国の潜水艦とは異なり、海上自衛隊の潜水艦は、純粋に敵潜水艦を含む対艦攻撃に特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく必要があるだろう。また、2020年に太平洋が実際の進水式を迎えるまで、までには一部では推進方式に従来までのプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくはポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声もあった。確かに、ウォータージェットによる推進方式は一部の他国の潜水艦で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しているが、いずれも原子力推進型の艦艇である。潜水艦以外でのウォータージェット推進の採用例としては、レジャー用の小型の水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部などに取り入れられており、水上艦では40ノット以上を発揮する艦艇も存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が自身の接する周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプを動力源にして噴射することによって進む方式だが、スクリュー式よりも物理的な効率が低く、したがって燃費も悪い方式でもある。それでも前述したように、一部の原子力推進型の潜水艦がウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力という動力源が非常に寄与しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すゆえである。にもかかわらず、太平洋型がウォータージェット推進を採用するかのような言説がインターネット上に流布された背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019という展示会の影響があったと思われる。この MAST アジア2019において海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーの三菱重工業者が将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここでウォータージェット推進の採用が打ち出されていたのだ。あくまでこの時に三菱重工業者が展示していたのは、次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったと思われるが、これを見た気の早い一部の人々が、双竜型に続く新型で採用されると先走ってしまったようだ。少なくとも、この当時命名はされておらず、太平洋型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦、太平洋は、この前年の2018年3月には寄港されており、そもそも次世代潜水艦という表現には合致しない。そのため、この時のイメージ図を本来的な意味での次世代潜水艦だと解釈しても、それは少なくとも太平洋型以降の潜水艦だと考えるのが正解であり、順当な判断だということがご理解いただけるだろう。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向を、ノズルの向きで変更可能なために、舵の設置が不要であり、高速度を実現できることと合わせて、潜水艦に実装することの利点が少なからずあることは、疑いようのない事実ではある。しかし、一般的に、25ノットまでの速度域においては、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率であることに対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できないという。この両方式のエネルギー効率は、速度が30ノットを超過する時点で逆転するとされており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度が
20ノットほどの日本の潜水艦では、その域に到達することはかなり困難である。今後、リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化がなされれば、そこで得られるパワーで水中速力を現行の20ノットから向上させる可能性もあるかもしれないが、やはり 1.5 倍にもなる30ノットの実現はハードルが高いだろう。これを考慮すれば、個人的には日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用はメリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思えてくる。あなたは知っているだろうか？南シナ海で旧型潜水艦黒潮が極秘任務をしていたことを、2年ほど前に突如発表された潜水艦の極秘任務に日本や世界が驚きました。今回この時の状況を詳しく見ていきますね。中国と韓国が一番驚いたのかも知れませんね。静粛性でトップの潜水艦を持っている日本、現在の中国はまだ潜水艦技術は日本には遠く及ばない状況です。世界でトップの静粛性を持っているからなせる偵察行動もこの時発表から15年前から行われていました。南シナ海に展開しているということは、どこまで偵察行動を行っているかわからないです。今回は、防衛省が2018年9月17日、極秘に派遣していた海上自衛隊の黒潮潜水艦が水面下で忍者のごとく任務を遂行していたことを発表したという話を解説しよう。あれは今から約2年半前、南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦に度肝を抜かれたのを今でも記憶している。当時、フィリピンの西側の海域で海上自衛隊の護衛艦部隊がアメリカと合同演習中をしている最中だった。防衛省からの緊急発表ということもあり、南シナ海で潜水艦任務が発表されたことは異例であり、とても注目を浴びたのだ。当時発表されて一番衝撃を受けたのは、15年も前から毎年のように偵察任務を行っていたということの方だった。当時の元安倍首相の政権がどう一体とかは詳しく分かっていませんが、
おそらく中国への牽制をやっていたのでしょう。あの当時の防衛大臣小野寺御殿氏の発表は世間を大きく騒がせた。海上自衛隊としては異例の潜水艦の居場所を公式に発表したというわけですから、下士官以下は度肝を抜かれたでしょうね。南シナ海での航行の自由作戦に参加していた護衛艦は、加賀、伊那津、ま、鈴月、黒潮など計4隻であった。この航行の自由作戦と言われる本訓練は、アメリカが主催している。歴史は古く、1979年、昭和54年から始まっており、40年以上も前からやっているということになっている。これは訓練と言っているが、実質はある国が領海や排他的経済水域などの海洋権益を過剰に主張していると判断した場合は、その主張を認めないという意思を表すため事前通告することなく、その海域を航行するという航行の自由作戦。オーノップ、フリー、DOM、オブ、ナビゲーション、オペレーション、なのだ。小野寺元防衛大臣の発表内容は、これだけに止まらず、海上自衛隊潜水艦の、南シナ海への派遣は、17年も昔から言っていたという、爆弾を、投げたようなものであるが、状況について、詳しく以下で紹介する。海上自衛隊で最大の大きさと排水量を誇る艦艇といえば、戦後初の航空母艦への改修が決まっている護衛艦出雲、太郎、加賀についてはその同型の艦隊である。安倍元首相とアメリカのトランプ元大統領が視察をしたことで有名になった加賀は、2021年度末から予定される定期検査に合わせて航空母艦への改修工事が施工される予定だ。加賀のこれまで分かっているデータ、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長は248M、全幅は 38M となっており、海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH、 ヘリコプタール・デストロイヤーと呼ばれている。そう呼ばれている理由は、対潜水艦用の哨戒ヘリコプターなどを最大14機まで艦載できるという能力があるからだ。このような能力を持っているにもかかわらず、専守防衛が根本的にある。自衛隊は、政治と現実の間で、あくまでも護衛艦という呼称が象徴しているような建前論を根拠として、活動しなければならないという現実がある。駆逐艦レベルなのに、護衛艦と称しているのは、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍を連想させる単語を使用しないようにしているためだ。中国は護衛艦加賀や出雲に対して以前から航空母艦であるとして警鐘を鳴らしたり、逆に過小評価したり、多数の異論を唱えている。まあ、無視するのが一番いいでしょうね。また、2018年の小野寺元防衛大臣の発表に話題を戻すと、南シナ海での演習の意図を尋ねられると、約15年以上も前から、潜水艦を含む自衛隊艦艇がすでに、訓練を継続して実施していたと説明したが、はっきり言って回答になっていなかった。
言った通りに解釈すれば、まさしく、15年以上前から海上自衛隊の潜水艦は、南シナ海へ進出していたということになる。では、なぜ、現在まで全く極秘にされていたのだろう。本当は、潜水艦の南シナ海進出は、この時が初めてだったが、中国海軍を、牽制するために、わざと、このような回答を防衛大臣自らが、言ったのではないかという異論を唱えた者もいた。要するに、この発言によって、中国側に、日本への警戒心を持たせようという、腹立ったのではないかという解釈だ。しかし、日本の領海域ギリギリのところで、勝手にやりたい放題しているような中国海軍に対して、海上自衛隊所有の潜水艦の作戦行動範囲をあえて、誇示することによって、日本の優位性を思い知ったことだろう。護衛艦の、加賀、以外にも最新鋭とは言えない潜水艦、黒潮、が訓練に参加していたわけですが、時代遅れの潜水艦と言われていても、南シナ海へ進出していたことを公表することによって、もっと新型の潜水艦である、双流型潜水艦の、性能や力を国内外へ、威厳を示すことができた。中国は、大量破壊兵器や戦闘機、水上戦闘艦や潜水艦などを所持しており、日本は、これらの数では、絶対にかないません。兵の数で負けているのなら、謀略をもって戦いというのは、真心の標法の一つでもある。世界の広大な海のどこに潜んでいるかわからない海上自衛隊の潜水艦を用いることで中国海軍の兵力を分散させる手段しか対抗手段がないのかもしれない。海上自衛隊保有の護衛艦、加賀ですが航空母艦としての改修を完了させた。航空自衛隊が購入予定の F-35B ライトニング2戦闘機を艦上で運用できるようになるまでには時間がかかりそうで即戦力にはならないという残念な知らせもある。その F-35B ライトニング2戦闘機の運用が可能になったとしても常に艦載機として乗せておくわけではないと言われている。現時点で、加賀の艦上に、どのくらいの数の機体を乗せられるのかについても、公表されていない。これはあくまでも予想だが、格納庫などのスペースを考えても、10機前後ではないかと言われている。はっきり言って、その数では中国の航空母艦に打撃を与えるという点では低レベルであり高い有用性を見出すことは期待できないだろう。そもそも加賀や出雲には航空機発着用のカタパルトを備えていなかった。だから長距離の警戒任務ができる固定翼機を運用することができないのだ。そうなると、哨戒任務については艦載されているヘリコプターか別の地上基地から発進させる機体が任務を引き継ぐことになるでしょうね。
日本の海上自衛隊最新鋭、太平洋潜水艦3000トン級が、浸水したことにより、操縦型潜水艦と比べても静粛性、ステルス性、機動性、運動性も劣ることなく、任務を遂行することが、できる世界でもトップクラスの潜水艦となった。そう、流型潜水艦イコー X 火事が採用されている、今回高い運動性の裏に、この X 火事が、どんな役割を果たしているのか、詳しく見ていきますね。アメリカも気になるわけですね。総流型潜水艦についてもリチウムイオン電池を搭載したことにより、X 火事の運動性能を引き出すことが可能となり、日本の海底を守ってくれている。もちろん優秀な海事情艦員たちがいるからこそ、世界に誇るトップの潜水艦という称号を得たのだ。ここで出てくる X 火事とは、中国や韓国、北朝鮮は十字火事とは違うものということを言いたい。日本の親潮型潜水艦も十字火事だけど、南シナ海では中国には見つからずに任務を全うしている。結局のところ、クルーのレベルが違うということだろうか。日本国産の優秀な潜水艦としても名高い、そう、流型潜水艦の特徴の一つが X 火事であるが、その他にもステルス性なども高い評価を受けている。この、総流型で採用されている AIP システム。非対機依存推進システムだが、11番艦以降に作られる艦は、リチウム電池とディーゼルエンジンのハイブリッド方式に変更される。日本には、総流型と並ぶもう一つの、オウリュウという、潜水艦があり、そのすべての艦が、ハイブリッド方式を採用する。本題に戻って、そう、流型潜水艦の、X 火事、について説明するとしよう。元来、船首の向きを変えるための垂直舵、銃だと船の姿勢を。コントロールするための水平舵、オーダーを組み合わせた。十字型舵を採用していた。X 舵では、中央の舵を45度ずつ傾けて設計したことによって、4枚の舵全部が、回答と姿勢コントロールの両方の役目を、果たせるようになった。この手法によって、船自体の運動性能が著しく、向上し、4つの舵が、絶妙なバランスを取ることで、船の操作が、容易になったのだ。以前の十字型舵では、急浮上や急潜航などの操作が困難だったが、技術的な、部分がカバーされることにより、旋回能力もアップした。有能な潜水艦として、評判のある黒潮型潜水艦よりも 30% も向上している。当然、操作能力がアップしたということは、クルーにとってもストレスが、軽減されたということになる。舵が4枚になったということは、もし、舵が一つ傷ついたり、落ち出したりしても残り、3枚で役目を分担できるから、即発事故に備える体制が確保されている。潜水艦は、海底に、着地時も舵が損傷しにくいという長所がある。日本の潜水艦で採用されている、リチウム電池のメリットは、高出力かつ、高速で潜航できるところである。
そこで気になるのが、X 火事に。変更したことによって、線の線香がどれくらい深くなったかについては、全くわからないことだ。X 火事を採用したことによって、運動性に変化がなく、高出力操作が可能なのかどうか心配な部分であるが、従来のような低速での潜航については明らかにされている。黒潮潜水艦が行っていた南シナ海での任務が周辺国に全くバレなかったという事実がある。しかも15年も前から情報収集行動に当たっていたというから驚きだ。中国や韓国などの周辺国が本当に黒潮潜水艦の動きを気づかないふりをしていたのではないかとも言われているが、防衛省がこのことを公表した理由も気になるところである。周辺国の潜水艦探査能力不足を指摘したとすれば、何か裏の考えがあったのか元邪推してしまったくらいだ。むしろ、黒潮潜水艦よりも、双竜潜水艦の方が、潜航能力が高く、しかも静粛性が高いということから、深く潜れることも推測できる。どれくらいの深さまで潜れるのかは、極秘情報となっており、公開されることはない。黒潮潜水艦よりも、双竜型潜水艦の性能は高く、細部にまで手がかかっているということは、わかっている。その観点から、見ると、このような優秀潜水艦を作り出す技術力と操る、隊員たちの能力の、賜物だということになる。日本の技術は、通常動力型潜水艦にかけては、現在世界でトップである。以前までは、技術大国ドイツの独壇場と言われ、独国製の通常動力型潜水艦が世界一と言われていたが、今では、見る影もなくなった。もしかすると、ドイツの製造技術が途絶えてしまう可能性もあると噂されている。ドイツはアウトバーンや高級車の製造で技術大国と称賛されていた。メカニック技術分野で再起するかどうかは結局のところ独国次第としか言うことができない。今まではどんな分野でも、ドイツは世界のトップを走っていたのだが、それと同じように日本が凋落しないことを祈るだけだ。実は、オーストラリアでも、一時、双竜型を購入するという打診があっていた。しかし、ゴークニ政権が変わってしまい、購入先を日本ではなく、フランスに変えられてしまった。ちなみに、この購入国変更の陰には、オーストラリアの最大貿易相手国である中国が糸を引いていたという噂もある。建造計画を進めていくうちに、フランス製より日本製の方が、有能だということに気づき、まだオーストラリアには日本から購入したい希望があると聞いている。だが、今さら日本もいいと売ることはできないし、やっぱり日本から買うと言われたフランスがあっけなく、そうか、と引っ込むはずもないだろう。オーストラリアの動き出した計画には、すでに建造費も投入されているため、
作れないからという理由だけで、フランスと手を切って、再び日本と契約を結ぶというのは、ありえないことなのだ。中国、北朝鮮、韓国などが、日本の近海では、怪しい動きを見せているという。いつ一触即発するかわからないような状況だ。それに加えてロシアの原子力潜水艦も不穏な動きを見せているため油断ならない。他国の潜水艦が太平洋や日本海、どこにいてもおかしくはない状況となっている。海底では潜水艦にとって自分の音が最大の敵にもなり、敵に状況を知らせる危険な要素でもある。逆手を取ると敵の音が自分たちの味方と捉えることもできる。最低限の静粛音で行動できれば、その先行力は侮れないものになる。双流型潜水艦はその特性を十分に兼ね備えている。この双流型潜水艦を要している以上、日本が1対1の海中戦で負けることはない。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことだ。海上自衛隊からは、B1 哨戒機、護衛艦加賀が、すぐさま現地へと向かい、対応任務に当たった。日本では、中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は逆に日本の、潜水艦への対応力を試しているようだ。そこまで日本を、甘く見ない方がいいだろう。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が、進んでいく。では、そう、流型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていこう。軍事技術には、様々な新機軸が投入され、それが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進だろう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そして、ロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている推進方式となっている。この最も先進的に思える
ポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は、最大でおよそ30ノット以上の高速でなければ、従来のスクリュープロペラに効率で劣るためだ。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために惜しみなくコストと技術を投入したシーウルフ級潜水艦にはポンプジェット推進方式が採用されているが、水中最大速度は35ノット以上とも言われている。これに比して海上自衛隊の潜水艦はもちろん通常動力型であり、最新鋭の竜型、闘竜などでの水中最大速力は20ノット以上と低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていない。海上自衛隊の装備品としては潜水艦の兵装ではあるが、最大速力40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷にはポンプジェット推進が用いられており、その速度での優位性を取り入れたものとなっている。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで高い推進力を得る技術であり、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、レジャー用では水上バイクなどに用いられている。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下では、エネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているんだろう。反面、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から舵が不要となり、かつまた、推進の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられる。ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり水中航行時の速度にあると考えられ、それ以外は副次的な特徴に過ぎないと言えるだろう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2020年現在において最新の仕様となっているのは、X 字型の舵と1枚のスクリュープロペラであり、竜型もここの構成を採用している。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚がそれぞれ上下左右の向きを担っていたものを、仮にどれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように、改良されたものだ。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で舵を破損することのないように、舵自体が船体を超える長さにはできないが、これを X 字にすることで長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上している。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の竜型は、約3割の旋回性能の向上を実現、浮上に要する時間も短くすることに成功しているとされ、より機敏な動きが
可能となっている。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では、1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も3から4枚が、5から7枚へと増加する傾向が見られている。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に幅が、広面積なデザインから、5から7枚では、L 字型に尖ったような形状に変更され、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっている。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも、5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも、稼働時の風切り音を抑えて、静粛性を高めるという、潜水艦と同様の効果を狙ったものと、言えそうだ。海上自衛隊では、現在の最新鋭艦の、双竜型に続く3000トン級の、潜水艦も建造を開始しているが、こちらも、双竜型の能力をさらに、高めたその延長線上にある仕様と目され、新機軸は少ないように見える。すでに、この3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も、開始されているようだが、いかに、リチウムイオン電池がその能力を高めても現状ではポンプジェット推進を有効にできるとは考えがたいようだ。しかし電池技術の進歩以下によってはそうした予想を覆しポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が建造される可能性もゼロではないかもしれない。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池、空気電池、燃料電池など複数の方式のものが、基礎研究の段階から実用化に、向けた段階へと進化していくこともあり得るだろう。早速ですが、今回は原子力潜水艦凌駕する海自磁気潜水艦建造計画を詳しく見ていきます。バッテリー駆動は、瞬発力がとてつもなく、ラジコンでも、エンジンよりダッシュは、速い軽いしね。3000トン級にこだわるのは、重さも考慮した設計になっているんだと、今気づきました。海上自衛隊の最新鋭潜水艦といえば太平洋型だが、1番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月就役予定、2番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月、就役予定と配備と心躍る、今日この頃である。この太平洋型は、前級の双竜型を、デザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦である。特に、双竜型の最終の2隻、11番艦、翁竜と、
12番艦の東流の進化版と位置づけられても、全く違和感がない。また、機関部の構成も、横流&東流と同じく、タイゲイ型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦となっている。公開されている使用上では、横流等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力であるため、水込み13ノット、水中20ノットの速力ぐらいと推測される。タイゲイ型の方は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力ということから、水込み13ノット、水中20ノットの速力等が推測される。実際は、そう、流型の1番艦から10番艦まで、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていたことになる。ただし、カタログ数値以上に、機関構成の簡素化と、艦内スペースの増加や鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーを採用しているため、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。これは、あくまでも、海上自衛隊内で、通常動力型と比較した話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから、生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあると思慮する。原子力推進型の潜水艦の水中速力は、だいたい30ノット以上と言われており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊のタイゲイ型や双流型の約 1.5 倍以上にも達するため、おのずと運用用途が異なってくるのは明白だ。水中速力と長時間に優れる原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における潜伏戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装しか積んでいないため、この傾向は、一層強くなるに違いない。お隣の韓国国産潜水艦のトサンアンチャン補給の初期型バッチ1では、通常動力型なのに、潜水艦発射型の VLS を6機も搭載しており、攻撃型潜水艦でありつつ、対地攻撃能力の保持を維持させている。海自潜水艦は、他国の潜水艦とは異なり、純粋に敵潜水艦を攻撃することに特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが、自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく、必要がある。また、2020年に、タイゲイが進水式を完了するまで、推進方式に、従来までのプロペラによる、スクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくは、ポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声も、一部で上がっていた。なぜなら、ウォータージェットによる、推進方式が、他国潜水艦の一部で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しており、いずれも原子力推進型の艦艇だからである。潜水艦以外でウォータージェット推進を採用しているのは、マリンスポーツ用の小型水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部で使用されており、水上艦では、
40ノット以上を発揮する艦艇も実際に存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプで噴射して前進する方式だが、スクリュー式よりも物理的な効率が低く、したがって燃費も悪い方式でもある。それでも、一部の原子力推進型の潜水艦がウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力動力源が非常に関係しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すからである。過去に、タイゲイ型がウォータージェット推進を採用するという噂がインターネット上で出回った背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019展示会が影響している。この展示会において、海上自衛隊の潜水艦建造の主要メーカー三菱重工業者が、将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここで、ウォータージェット推進の採用が打ち出されていたというのが、最も影響が大きい。この時に、三菱重工業者が展示していたのは、あくまでも、次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったにもかかわらず、これをマニアやメディアが双竜型に続く新型で採用されると先走ってしまったというわけだ。展示があった時点では命名もされておらず、タイゲイ型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦、タイゲイは、この前年の2018年3月には寄港されており、そもそも、次世代潜水艦という表現自体ふさわしくない。この時のイメージ図を次世代潜水艦だと解釈しても、それは少なくとも、タイゲイ型以降の潜水艦だと考えるのが正常であるが、確かに、ウォータージェット推進は噴出する水流方向を、ノズルの向きで変更することが可能で、舵の設置が不要となっており、しかも、高速度を実現できることと合わせて、潜水艦に実装することの利点があることは事実である。結論25ノットまでの速度域において、従来のスクリュー式が、動力源の約 65% の効率があることに対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できない。この2つの方式のエネルギー効率は、速度が30ノットを超える時点で逆転すると言われており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度が20ノットほどの日本の潜水艦では、その域に到達することは、難しいだろう。いずれにせよ、非凡の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用はメリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思慮する。
海上自衛隊が次期潜水艦に向けて動き出したようですね。今回はこの次期潜水艦の性能について見ていきたいと思います。試験ですが、このままリチウムイオン電池が採用されるとはなかなか考えにくいし、と言って、原子力推進以上の優れた第三のシステム果たして誕生するのかも気になるところです。超先行深度でも撃てる魚雷と艦隊はもはや最強と言える。リチウムイオン電池の小型化や固体化が進み、充電時間がかなり短い電池まで出てきている。もう燃えるとは言い難い性能まで来ている。周辺国の電池は燃えますけどね。言うまでもなく、二度も原子爆弾の被害を受けた日本。加えて2011年、平成23年3月11日の東日本大震災において、福島第一原発の事故なども経験させられた日本。このような悲惨な過去を持つ日本では、原子力による方式を導入するのはかなり難しいでしょう。確かに、核融合に関するテクノロジーは、今後は、まだまだ開発は進むでしょうが、実際に採用というのは考えられないと思われます。では、最近自動車関係のコマーシャルで盛んに煽っている水素エンジンはどうでしょうか？この方法も、まだまだ課題がありそうです。あれこれと考え出すと、キリがありませんね。海自では、現在、潜水艦隊の主力と位置づけている、総流型12隻の建造が終わり、次世代の太平洋型の建造を進めています。この太平洋型のネームシップである太平波2020年10月14日に進水しました。引き続き、2番艦は、クゲイモ翌年2021年10月14日に進水させる予定と聞きます。これによって、間もなく、悲願の潜水艦隊22隻体制を成立させることになります。太平型には、短い充電時間で高出力かつ長時間発揮できる、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。この潜水艦自体も、最新型で、高性能な通常動力型潜水艦で、リチウムイオン電池の性能をフルに活用できるそうです。この潜水艦の名前ですが、日本人の食生活に長い間馴染んでいたクジラにちなんだものです。世界には捕鯨は残酷だ。動物愛護精神に反すると捕鯨を非難する国々の数が多いため、日本は商業捕鯨を禁止され、調査捕鯨を行っている状態です。この調査捕鯨に対しても、いろいろと文句をつける国や団体がありますが、そういった国が原爆を保有しているという、個人的には何とも、おまそれ的な事実もあるわけですね。太平洋型潜水艦とは別に、2019年、令和元年6月、幕張メッセで開催された MAST アジア2019で、三菱重工業が、次世代潜水艦モデルとして、独自で開発したコンセプトモデルを発表したことが、当時、大きな話題となりました。MAST アジア2019というイベントは、アジアにおける海洋や航空の安全保障の安定と防衛技術発展に寄与することを目的として、展示や論文発表を行ったり、シンポジウムを行うものです。三菱重工業の次期潜水艦のコンセプトモデルですが、海地が現在建造中のフリゲート艦 30FFM の統合コントロールシステムが採用されています。また、すべての情報を集めて、艦内の一つの巨大モニターに映し出すなど、省力化にもつながるもので、従来の潜水艦とは全く異なる
新しい次元の新コンセプトモデルと称されています。艦隊のデザインは、現行の双竜型、太鯨型と比べると、艦橋が小さくなって、水中抵抗が減るように設計されていますし、艦橋に設置されていた船舵は、船体前方に移動したので、ロシア潜水艦を連想させるデザインであります。しかし、話題になったのは、デザインではなく、推進方式に、ウォータージェット方式を採用したことでした。このウォータージェット推進というのは、艦外部から取り入れた水を、動力源によって動く、高圧ポンプを使って、艦後方のノズルから噴出させて、推進力を得る仕組みということです。スクリュープロペラは、外部に露出させて、水中で直接回転する方式ですが、それと比べると、推進効率は劣りますが、高速航行時には適していると判断され、レジャー用水上オートバイやミサイル艇などの高速船に採用されています。ウォータージェット推進は、高速回転させるスクリューを、円形のカバーで覆って、艦内に収納することになるので、スクリュープロペラによって発生する騒音が生じないので、静粛性に優れていると言えましょう。ですから、静粛性を強く求められる潜水艦の推進装置としては、最適として広く着目されています。また、その他にもメリットが多く、ノズルを動かして噴射方向を変更することで、進行方向も変更できるということ、水の噴出量を微調整して、超微速で航行できることなどが挙げられます。この方式が潜水艦に採用された例は多いようです。少し紹介しますと、アメリカ海軍のシーウルフ級攻撃型原子力潜水艦、イギリス海軍トラファルガー級攻撃型原子力潜水艦などの他にも、ロシア海軍ボレー級戦略ミサイル原子力潜水艦などで採用されているそうです。しかし、物事には、裏と表があります。メリットがあれば、デメリットもあるのです。ウォータージェット推進のメリットは、前述の通りですが、ではデメリットは何でしょう？まず低速航行している時に、方向が安定しない、操縦性が悪いと言われています。水流の推進方向を変えれば、方向転換が可能となっているのに、上記で紹介した潜水艦すべてが、今までのように、舵を艦尾に取り付けている、理由の一つはそれだろうと、推測されています。舵は、後方につけた方が、効きやすいのでしょうね。もう一つには、動力エネルギーを推進力に変換する際、エネルギー効率が、プロペラスクリュー方式に比べると劣っていること、特に低速域では燃費がかなり悪くなるという欠点があるそうです。艦船が加速するときは水の抵抗が強いので、ノズルから少量の水を勢いよく噴射するよりも大きなプロペラスクリューでゆっくり大量の水流を発生させた方が効率がいいそうです。静止の状態から目標スピードに達するまでは、機関出力をゆっくりと上げて加速させた方が燃費効率が良くなり、目標スピードへ到達する時間も早いと推定されているのです。仮に通常動力型潜水艦にウォータージェット推進を採用したら、水上ではディーゼル機関をフル稼働させたとしても、潜航中は蓄電池電力をすぐに消費してしまうのです。日本が採用しているリチウムイオン蓄電池がたとえ、どれほど高出力を発する電池としても、その例外ではありません。三菱重工業のモデルでは、原子力推進を想定していると推測されますが、日本の事情から判断すれば前述のように、原子力潜水艦保有の可能性はゼロに近いでしょう。
将来的にもっと高出力な燃料電池などが開発されたとしても、出力を発揮する時間にリミットがある以上、ウォータージェット推進をあえて採用する利点は少ないと思われます。さらに、日本が専守防衛を信条としている以上、海上自衛隊の潜水艦に求められる行動は、中国大陸から尖閣諸島などへ押し寄せる中国海軍艦艇やシーレーンを遮断しようとする水上艦艇、潜水艦への待ち伏せ攻撃です。先制攻撃は想定していません。つまり、海自の潜水艦には、潜航時の高速性能は必要ありません。スクリュープロペラによる推進効率低下も特に問題はないのです。源泉はエンジンである原子炉を止めることはできません。ということは、原子炉から発生する騒音も止まらないということです。海中に潜んでじっと敵を待ち伏せる立場なら、存在を可能な限り消す必要がありますね。そんな時、原子炉の音が敵のソナーに捉えられてしまったら、先制攻撃を受けるのは必至です。つまり、日本型の攻撃パターンにとっては、原子炉の音は邪魔なだけです。ということは、日本は原潜を保持する必要がないと断言してもいいでしょう。予算的にも、通常動力型潜水艦より、原子力潜水艦の方が、巨額の経費がかかることは明らかですし、この点でも、メリットがあると考えられます。以上のことから考えると、海自には、世界随一の静粛性を誇る、通常動力潜水艦があれば十分であり、あえて、ウォータージェット推進方式開発に、防衛予算を割り当てるよりも、対艇型潜水艦の取得に回した方が国益にかなうのではないでしょうか。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、日本では双竜型潜水艦計画。12潜水艦の建造が終了。最後11番艦オウリュウと12番艦トウリュウは、リチウムイオン電池搭載の潜水艦となる。その通り、静粛性は世界でトップだろう。通常動力型潜水艦しか所有できない日本にとっては、リチウムイオン電池の進化によって
原子力潜水艦よりも優れた性能を手に入れることとなった。これは時代がもたらした画期的な技術の恩恵を受ける。しかも日本の技術力もまた諸外国とは違っている。豪州が仏よりも日本の計画をと後悔しているだろう。中国もまた尖閣周辺を潜水艦で接近しているとの話もある。海底ではどんな行動をしているか地上からはわからない。海底と空、海上からいつも潜水艦の動きを見つけている。では中国の原子力潜水艦が奇妙な動きを見せた映像があるのです。この奇妙な動きをした原子力潜水艦の話をしていきましょう。少し前の話です。2018年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を潜航しながら日本の領海に侵入していた中国海軍の 093B 型原子力潜水艦。この艦については写真もほとんど公開されていませんでしたが、中国国営テレビの映像の中に 093B 潜水艦が映っていたと報じられました。中国国営 CCTV 中国中央電視台は海軍の報告として、黄海と渤海で行ったとされるミサイル兵器システムの攻撃訓練の映像を放映しました。その映像の中に、他の艦艇とともに、この 093B 型原子力潜水艦が、含まれていたとらしいのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載します。093B 型原子力潜水艦と言われています。そして、こちらが2018年1月に日本の接続水域に侵入した潜水艦です。上記の 093B 型原子力潜水艦とそっくりでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴は、セール、海後方の付け根に備えられているミサイルを収める台形状の膨らみです。また、十字となっている方向舵の上に構造物も見えます。今回放送された映像と比較してみると、1月に侵入した潜水艦と同一艦と思われます。といっても、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年以降に複数が就役したそうですから、果たしてこれが接続水域に侵入してきた潜水艦なのか否かは依然として、はっきりしません。では、最大の疑問といえる中国原子力潜水艦はどうして浮上したのか、について推理していきましょう。状況の推移を説明します。防衛省の発表ですが、2018年1月10日、海上自衛隊護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C は沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進行しつつある潜水艦を確認したそうです。前述の通り、接続水域というのは公海ではありますが、領海に接しているため、
一定の権限を行使できる水域です。ですから、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間追跡しました。2日後の12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げた同潜水艦を海上自衛隊が確認したそうです。尖閣諸島は、今更説明しなくても、日本と中国が領有権をめぐって対立している当初です。その付近を中国艦船がうろうろしているというのはよくあることなのでしょう。気分的には自分の家に土足で踏み込まれたようで不愉快ではありますが、当時の防衛大臣小野寺御殿氏は1月15日、この中国の潜水艦は小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表しました。小球は新型の攻撃型原潜で、長さは 110m。水中排水量は6100トン、最大速力30ノットと言います。加えて、長い射程距離を持つ巡航ミサイルも搭載できる原子力潜水艦ということです。かなり高性能な原潜ではないでしょうか。さて本題に戻りますと、日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原子力潜水艦は、公海でなぜ浮上して国旗を掲げたのか、ということです。潜水艦には、ステルス性、隠密性が非常に重要視されるというのは、軍事的には当然すぎることです。なのに、あえて浮上して、自分の居場所を明らかにしたという不自然さに、中国国内では、様々な推測が飛び交いました。海外の中国語メディアの分析では、原潜、小球が浮上し、国旗を掲げた理由は、一日本へ尖閣諸島の主権を主張しようとした。日本の海上自衛隊による対潜水艦作戦のせいで追跡を振り切ることが不可能だったため、やめむなく浮上し、身元を明かしたという二つの理由とされています。実は、沖縄をはじめとする日本の琉球諸島は、中国が第一列島線として重要視している場所です。この第一列島線というのは、冷戦終結後の中国が対米防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続くラインです。言うまでもなく、ここは中国とアメリカ、両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると推測される海域です。だからこそ、あえて、隠密行動という潜水艦としての第一義を捨てて、存在を公にしたのだということかもしれません。しかし、この事態に、中国国内の一部のネットユーザーから多くの意見が湧き上がりました。以下にその意見を紹介しましょう。2日間も日本の潜水艦に追跡されたということは、こちらのオトモンは完全に把握されただろう。例えれば、パンツまで見られてしまった状態ではないか。
ここまでやられるとは、昇級は本当に最新の源泉なのだろうか。オトモンとは潜水艦それぞれが持つスクリュー王とのことで、潜水艦によって異なります。いわば、潜水艦の指紋というものですから、オトモンのデータがあれば、どの潜水艦なのかが分かってしまうのです。他国の領海を通過するときなら、浮上して国旗を掲げなければならないが、潜水艦が公海を潜航するときには、浮上したり、国旗を掲げることは、必要ないはず。あそこは公海だったのに、そこで浮上したり、国旗を上げたというのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことにならないのか？我が国の潜水艦はまた浮上させられてしまった。情けないし、誠にみっともない。潜水艦のすべてのデータ、つまり行動の全プロセスが日本にバレてしまったということが最大の問題ではないか。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上。まるで白旗を上げて降伏したようなものじゃないか。世界一と言われている日本の対潜水艦能力。この作戦で我が国の潜水艦が浮上して国旗を掲げたということは、日本に対してこちらには攻撃力がないことを認めたことになるのではないか。つまり、日本の艦船による強制送還を受け入れたというわけだなどなど、中国が最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに、多くの国民が疑問と不満を感じたようです。軍事大国であり、じわじわと日本に圧力をかけていたはずなのに、足をすくわれてしまったことで、自国に対して怒りを感じた人さえいたようですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では原子力潜水艦を建造してもいいのではないのか？そんな意見が一昔前に浮上していた。だが、この原子力を使うことをためらう野党の猛攻で実現はされていない。しかし、時を超えて、今、原子力よりも強力かつ、高性能の潜水艦が誕生している。通常動力型潜水艦では世界でもトップだろう。だが、このリチウムイオン電池搭載潜水艦が登場したのも、2018年を追う流潜水艦の進水式で明らかとなった。その時、当然、世界は、
度肝を抜かれることとなった。一番動揺を隠せなかったのは総合州だろう。また中国や韓国も同様に驚いたはずだ。ハイブリッド方式の潜水艦が誕生した瞬間だ。この時、豪州がなぜ後悔したのか？そう、流型潜水艦の入札国に。日本の潜水艦が最後まで候補に上がっていた。だが、最後の最後違った方向へと向かった豪州だった。では、その時何が起きていたのか話していこう。この選考過程において、一時期は日本の優位が伝えられていたこともあり、そう、流型潜水艦をベースとした日本としても初となる潜水艦の海外輸出の可能性には賛否両論の声が囁かれていた。しかし、2016年の決定以降もフランス湾のベースであるシェフラン級原子力潜水艦そのものの建造が予定よりも遅れ、かつ日本がその間に欧竜を配備したことから逆転受注の可能性も噂に上った。個人的には今更フランス湾を保護にして日本への発注のやり直しをオーストラリア政府が決断する可能性は甚だ低いと感じるが、何事にも絶対ということはないため、ゼロとまでは断言できない。それでも、このタイミングで、もし仮に日本案に戻りたいというのであれば、2016年時点で一旦選考から外した日本案に対して、その当時以上に選択すべき強固な理由がなければならないだろう。一説には、2016年の日本提案は、当時のディーゼル機関と、鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する艦だったが、最新型でリチウムイオン蓄電池となったことに、その可能性を、見る向きもあるようだ。しかし、日本が最新式のリチウムイオン電池搭載型をオーストラリアへの輸出で提供することは、現時点では考えづらく、日本の潜水艦の優位性を信じたい層からの希望的観測とも言えるものだろう。そもそも、オーストラリア海軍では、現行のコリンズ級潜水艦でも、その大半をアメリカの兵器システムの上で運用しており、その意味から同様である日本の潜水艦をアメリカも推していたと言われる。それでもフランス湾に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素、潜水艦の機能そものもだけでなく、政治的な側面からの判断も大きく影響していると見る方が妥当だろう。このアタック級潜水艦計画が浮上してきた際に、政権の座にあった。オーストラリアのアボット首相は、潜水艦自体の兵器としての性能面に、重点を置いていたとも伝えられているが、2015年9月に退陣に追い込まれた。代わって、政権の座についたターンブル首相は、そうした兵器としての、潜水艦の機能面よりも、経済的に悪化しているオーストラリア国内の雇用面への同計画の起用、大きくせざるを得ない状況とみられる。つまり、
現地オーストラリアにおける完全な潜水艦建造の完結に前向きな。フランスやドイツの提案の方向へ。日本の安否下げよりも、より大きな比重を置く選択となったものと、見られているのだ。この点、オーストラリア国内での完全な建造に対して、これまで武器輸出の実績もなく、さらに、それゆえに 100% の技術移転にも日本側が慎重な態度であったことは、想像に難くない。この当たり武器輸出国として、様々な経験を積み重ねてきているフランスやドイツは、採用国が要望する技術移転についても落としどころを踏まえたある意味狡猾な立ち回りにも長けていると思われる。加えてドイツも含め日本の潜水艦提案よりもフランス提案をオーストラリアが選択したポイントは、多用途に運用可能な潜水艦であるという点が大きかったのではないかと想像できる。これは日本やドイツの案は通常動力型の攻撃型潜水艦というパッケージだが、フランス案であれば上陸用の特殊部隊員を輸送可能であり、さらに対地攻撃用の兵装をも装備可能という多用途性を持つからだ。こうした一隻の潜水艦に多用途性を訴求する思考は、多数の潜水艦を海軍の規模的にも維持することが厳しい国において見られる特徴ともいえ、例えばインドなどでも見られている傾向だ。個人的には、兵器としての一隻の潜水艦に、あれも、これもと詰め込むのは、結果としては、どれもすべてが中途半端であり、運用目的の明確化につながらないのではと危惧するのだが、どうだろうか。ここまで考えると、オーストラリアが志向する多用途潜水艦としては、韓国が建造を進めているとサムアンチャン補給潜水艦が規模や、兵装としては最も近い存在なのではないかとすら思えてしまう。とサムアンチャン補給潜水艦は、これまでドイツの潜水艦を自国内で建造してきた韓国が、その技術移転とノウハウを使用して建造している艦であり、攻撃型にもかかわらず、VLS を搭載する重武装で知られる。ただし、軍事的には、このトサヌアンチャン補給潜水艦の有用性には多くの疑問の声が聞かれてており、オールインワン的な潜水艦が果たして実用に応えるものかどうか、今後の収益状況が注目されるだろう。韓国は今まさにインドネシアとの航空機や潜水艦の輸出をほっこにされそうな状態でもあり、オーストラリアが望めばトサヌアンチャン補給潜水艦をベースにした安価な潜水艦を提案しかねないとも思える。
久しぶりに南シナ海で海上自衛隊の潜水艦が任務についているのを防衛省が公表しましたね。護衛艦加賀の元にはいるものと考えるのが普通ですよね。今回は南シナ海での日米合同軍事演習を詳しく見ていきます。護衛艦加賀と村雨との連携はおなじみですが、潜水艦は毎回変更されているんですかね。親潮型だから旧式になるんですよね。中国は発見していたのかな。海上自衛隊とアメリカ海軍の艦艇等が2021年11月16日、両者の対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習としては、初めて南シナ海で実施したことが公表され、海上自衛隊からは潜水艦も参加したことが明かされた。行動予定や所在地を伏せることが通例の潜水艦について、今回のような合同軍事演習への参加が公表されることは極めて異例だとマスコミ各社が同様の論調で報じており、中国側の反応にも関心が集まっている。今回海上自衛隊とアメリカ海軍の合同軍事演習が行われたのはフィリピンから西方面にあたる南シナ海の公海上だと説明されているが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名まではさすがに公表されてはいない。報道によれば、海上自衛隊から参加したのは、いずも型ヘリコプター搭載型護衛艦の2番艦、加賀、村雨型汎用護衛艦の1番艦、村雨、そして、B1 哨戒機、1機らの艦艇、航空機と、潜水艦1隻の模様である。アメリカ海軍からは、横須賀を母港として配備されているアーレイバーク級駆逐艦の19番艦ミリウスと B8A 哨戒機1機が投入されたといい、対潜水艦戦闘を想定した日米両軍の連携行動が試されたもののようだ。合同軍事演習のシナリオとしては、海上自衛隊の潜水艦を敵国のものに見立てて、これを護衛艦加賀、村雨、B1 哨戒機とミリウス B8A 哨戒機が連携して探知、発見し、攻撃を行うまでの一連の対応を行ったとみられる。海上自衛隊の潜水艦 B1 哨戒機ともに南シナ海において、アメリカ軍との対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習を行うのは初めてのことであり、海上自衛隊の Facebook 上にも数枚の写真でこの様子が掲載されている。海上自衛隊の潜水艦が南シナ海へ遠征し軍事演習を行ったと公表されているのは、過去にも2018年9月、2020年10月の2回があるが、日米での対潜水艦戦闘を想定したものとしては今回が初めてという位置づけである。これを受けて同日に記者会見に応じた海上自衛隊の山村幕僚長は、今回の合同軍事演習の実施海域が南シナ海であることを踏まえて、実施海域を問わずこれが行われた点を日本とアメリカとの相互運用性の高さの証明だとコメントした。また翌日の17日には松野官房長官が記者会見を行い、地域平和及び安定に向けた日米の意思の合致と、それを実現可能な実力を示したと答えており、自由で開かれたインド太平洋というスローガンの堅持を重ねて訴えている。こうした点からは、南シナ海の領有を強行しようとする中国に対し極めて明確な政治的メッセージを発することこそが今回の対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習の最大の目的だったと言えるのではないだろうか。公表された事案としては、前述のように過去の2018年9月、2020年10月の2回に続き、海上自衛隊の潜水艦が南シナ海に進出したのは
3回目となるが、通常動力型潜水艦でそこまで遠征するのは決して楽な行動とは思えない。ことに2021年9月申請されたアメリカ・イギリスとのオーカスという安全保障の枠組みによって、電撃的にオーストラリアが攻撃型原子力潜水艦の保有を打ち出したことから、日本でも検討すべきとの声が増加している。こうした流れを受けて2021年11月19日には岸防衛大臣も記者会見時の質問に答える形で、日本の原子力潜水艦保有は周囲の安全保障環境を踏まえ検討すると述べつつも、現時点でこれが議論されていることはないと否定した。一昔、二昔前であるならば、専守防衛を掲げているはずの自衛隊が南シナ海まで遠征して軍事演習を行ったと認めるだけで、大多数のマスコミ等から大きな非難を浴びせられたであろうことが、想像に難くなく時代の変化を感じる点だ。今回の対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習にも参加している出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦加賀にしても、1番艦の出雲を含めて航空母艦化改修が進められており、この事実もかつてを思えば覚醒の感がある。従来であれば航空母艦という言葉だけで憲法が禁じている戦力の保有になると、反対派野党やマスコミからの集中的な批判が予想されたが、ことの外スムーズにその計画が進められている現状は非常に感慨深い。今のような政治状況となる以前にも、具体的には20年ほど前の2001年頃に、日本政府は水面下で原子力潜水艦の保有をめぐる是非を議論したことがあるとも言われており、そこでは原子力の軍事利用とコスト、技術面から進展しなかったという。個人的には、世界で唯一の被爆国たる日本において、原子力の軍事利用には、生理的な嫌悪感がどうしても払拭できず、また、潜水艦に搭載しても、安全で費用対効果の高い小型の原子炉を自国で賄うことは、非常に困難ではないかと思える。また、海上自衛隊が置かれた近海の防衛を主眼とする潜水艦運用の戦術、戦略に照らしても、遠洋への長期間の航行に向いた原子力潜水艦とは、相入れない部分も多く、あえてリスクを冒して建造するほどのメリットは薄いように感じる。オーストラリアがアメリカ・イギリスとのオーカスに基づき、その技術支援を受けて、攻撃型原子力潜水艦の保有を打ち出した背景には、これまで親中路線であった同国がアメリカ側に回帰する覚悟の表明とも映る。第二次世界大戦後のオーストラリアは、その地理的な環境から周囲に大きな軍事的脅威はなく、そこまで対外的に強固な海軍力を保有する必要には迫られていなかったが、近年の中国の南シナ海への進出でその考えを改めたのだろう。むしろこれまで親中路線一色とも言えたオーストラリアは、経済的にも中国への依存度が非常に高かったが、新型コロナウイルスの件から中国への警戒感が増し、南シナ海における潜水艦戦力の配備の重要性を再認識したといえる。そうしたオーストラリア側の思惑とアメリカ側の思惑が一致し、南シナ海における潜水艦戦力の一部をオーストラリアが補填することで、インド太平洋地域における中国包囲網を強化する流れが形成されたのだと思える。この11月19日には、今年31回目を数える
中国海警局の船舶4隻による尖閣諸島周辺海域への領海侵犯事例が発生しており、日本が急務とすべきなのは、こうした南西諸島方面への備えをいかに強固なものにするを優先することではないだろうか。そうした観点で考えた場合、ノウハウも建造技術も確立している通常動力型潜水艦の数を増加させる方が、費用対効果の面からも有効性が高く、あえて海上自衛隊が原子力潜水艦保有という冒険を犯す必要性は薄いと個人的には感じられる。日本における原子力潜水艦の保有は、確かに一大海軍力を持つというアピールにはなるかもしれないが、お隣の彼の国が喧伝しているようにイメージだけが先行するような軍備にならぬよう慎重な検討が必要だろう。